はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、視聴者さんからリクエストいただきましてね、この間ブラックマジシャンデッキをね、クシャトリアで強化したデッキ、ご紹介させていただいたと思うんですけども、ブルーアイズデッキは今組んだらどうなりますかという、お話がありましてですね、組んできました。正直ブルーアイズきついねブルーアイズきついわ。あのねやっぱね、その安定感とね、作る盤面がね弱いんだよな。あ、楽園融合とか多分入れたら、あとまあドラゴンリンク型かなんかに寄せたら多分、まあ、もうちょっと、まあ、盤面的には強くはなるんですけど、なんかそれするとやっぱブルーアイズっぽさというか、なんか海馬瀬戸感がなくなるんですよね。で、まあ、海馬瀬戸感を一応ギリギリ保ちながらデッキ組んだらどうなるかなっていう話なんですけども、まあ、僕はこうなりました、一応。はい、いや正直ね、作るね盤面がねマジで弱いんですよぶん回っても弱いからね。なんかやっぱね、今までのハリハメがいた頃だったら、まあ別バロネスとか出てね、あのブルーアイズも展開できて強かったんですけども、やっぱそいつがいなくなってよりきつくなりました。で、今回はビーステッドとか採用して、ちょっとパワー若干上げてます。ビーステッドだけは許してください。楽園融合はちょっと今回はもう海馬瀬戸っぽさをなんか、まあ重視したので、まあちょっと抜かざるを得なかったんですけど、まああとマグロ問題もあるしね。ビーステッドはね、ドラゴンズとか持ってこれるマグラムーとか、結局そのブルーアイズ系のモンスターとか持ってこれるし、まあ太鼓とか持ってこれてね、あの神経召喚とかもしやすいのでね、まあ相性がいいっていうところで、あとまあ副楽園とかね、まあ楽園の獣で妨害にもなるというところで、ギリギリこいつらだけちょっと採用させてもらって、デッキを組みました。まあこれ抜いたらもう本当に正眼になるし、まあカオスマックスとか入れて、ブルーアイズに寄せてもいいと思うんですけど、やっぱねブルーアイズだけだとちょっとね厳しいはい、ということで、まあちょっとね早速ね対戦を見ていただければと思います。まあいろいろ欠陥ここがあるんで、このデッキはちょっとね、令和になったらもうちょっと強いサポート欲しいね、正眼。はい、コナミさん、ぜひ新しいから作ってください、ブルーアイズに。やっていきましょう、デュエルスタンバイ。うえい、わー、どないしようこれ。一応ルベリオンから動いけるか。なんか全然何このデッキみたいになってるけどね、このハンド。わー、かろうじて青き目の剣士がいることによってギリギリ正解かなってわかるけど、何ですかこのデッキはみたいな。じゃあなんかさ、ちょっと使ってる思ったんだけど、ブルーアイズデッキこれさ、やっぱ弱すぎるわマジで。ちょ、楽園とかビーステッドとかなんか入れ出すとドラゴンリンク型とかになって、なんか全然正眼いなくなるし、デッキの中に。なんかドラゴンリンクとか楽園型にするとね、でなんかブルーアイズに寄せたら寄せたらマジ弱いんですよこれさ。いや違う、まあ上方はもう別にいいや。これどうにかなんねえかな、これ。これマジでね、ちょ、強化がね、あまりにも、まあ、ジェット来たけどね、一応。ジェットは強いと思うんだけど、ちょっとね、なんかね、もうちょっとね、バカね、ジェットも結構受け身じゃないですか、妨害的には。なんかね、やっぱね、今までハリファイバーバランスみたいなことしたときは、まあ、そこそこ、まあ、割と強かったんですけど、まあ、ハリファイバーがいなくなって、かなり厳しいので、なんかね、革命的なサーチか、まあ、マジシャンスロットみたいなやつ欲しいね、ブルーアイズ版の。あー、それキモいね。それも裏らでぶち込んでいきましょう。まあこっちはね、あの増殖筋打ちたいんで、墓打っちゃうと向こうなっちゃうから、まあ裏らで向こうにしていくと。これさ、あれだよな、だからさ、なんかその目覚めの旋律とかもうなんか全部あのブルーアイズカードということにして、なんかブルーアイズの名前が記されているカードか、またはドラゴン目覚めの旋律を手札に加えるみたいな、召喚成功時にね、なんかそういうモンスターが欲しい、かっこ一周なみたいな召喚して1チューナーで召喚した時に、召喚特殊召喚成功時、ブルーアイズ、と名前が記されているカード、またはドラゴン目覚めの旋律を手札に加えるみたいな。いやこれがね、あのね、正当な強化ですよ。いや本当にマジシャンズロットだけずるいだろ、あれ。ブラックマジシャンだけ強化されてて、まあ、とりあえずね、あのドヤ顔で、ドローフェーズに
増殖してぶち込むことによって、まあ、相手のフェンリーをケアしていくと。遊戯じゃないか言ってたら来たわ。いやお前そのモンスターずるいんだよ。だからいやこれずるくない、こいつだけ実家入ってるもんなこれ。いやなんかブラックマジシャンのカードだったら何でもサーチできますみたいなさ、サーチが多すぎんだお前のデッキは。そこそこの安定感あるからな、あのデッキ。ちょブルーアイズの安定感見習い。お前ビンコマシーン55で同じカード3枚入れないとサーチできないんだぞ、バカ。誰が舐めやがって。黒の魔導陣いいだろう。ふん勇気、今盤面にブルーアイズはいなくて何のデッキかわからないぜ勇気勇気、このデッキは一体何のデッキだかわからないぜ勇気。さあデッキの上からカードを、操作していく。さあ来るか。おっと黒魔術の引き来た、やばい。黒魔術の引きの効果、さあ引きの効果によってなんかマジシャンズとかですかね、これブラックマジシャンズとかそっち系な気がするね、おそらくね。まあブラックマジシャンプラスユー、まあブラックマジシャンかガールはどっちかいるんだな、つまり。え、あ両方ともいいじゃん、強っ。え、いやキバイラはやばい、間に合ったー、危ねえ危ねえ危ねえ。キバイラとか言う、お前もう有力幻獣キマイラの慣れの果てみたいなモンスター出してんじゃねえぞ。お遊戯貴様、お前も落ちたか。まあ俺の盤面も落ちてるけどな、だいぶ令和だなこれ。うわ引きで下辺からの、いや2枚ドロー来るやんこれ。え、あでも大丈夫か、除外すればいいんだこれあ余裕だわこれ。あのバルトレイクも計らわるからこれ2枚とも除外できるわ、最強ったあブルーアイズデッキって何でしたっけ。やべえ、申し訳程度に入れたビーステッドモンスターがいる時じゃないと勝てないっていう、なんか欠陥デッキになってる、やばい。ちょっとこれあんまこういうことしたくなくてね、一応ね控えめに入れてるんですけど、さすがにビーステッド強いな。どうしようかな、ブラックマジシャンガールかブラックマジシャンかどっちかなんだけど、ハカーナは効果モンスターじゃなくてもいいから、ブラックマジシャンガールを除外して副楽園で戻しながら、ブラックマジシャンを、除外だな。こうですね、これで墓地またはヒールドモにブラックマジシャンまたはブラックマジシャンガールがいないので、あと守護神官が、なので、下辺の効果でドローすることさえもできないということが起きまして、なんと相手ガーディアンキマイラー単体ということになりますね。でフクラグリンの効果によってブラックマジシャンガールを戻しカードをドローする。はい、蘇生、やべえマジでブラックマジシャン来ねえ、あーじゃなくてブルーアイズ来ねえ。地球の攻撃がゼロにしようマジで来ねえ、やばい。ちょこれ何デッキこれ、あでもこれで一応持ってこれるか、持ってこれる、これもドルイドブームですねこれもドルイドブームですね、はい、当たり前に、あまりにも当たり前にドルイドブームですね。あーうらら、いらない、いらないですね、うららいりませんね、うらら。まあルベリオンの効果、あちなみに一応楽園の獣と例えばジェットドラゴンとかめっちゃ強くて、ジェットドラゴンリリースしながら相手破壊するとジェットドラゴン持ってくるんでね、そういう動きはねめちゃくちゃ強いんですけど、これベーラー戻してワンドローするか。ベーラーはちょっと1枚しか入ってないので、戻して引きたいなといったところで、フクラクイン効果、戻してワンドローを、はいはい、あーああなるほど、やっと来たなブルーアイズ要素、ブルーアイズ要素やっと来たぞ。青姫の剣士発動、青姫の剣士でドルイドブルームを墓地に送って、これ最強ムーブじゃん。で、白木霊竜を特殊召喚、そして、白木霊竜の効果発動、相手のフィールドの、魔法トラップを除外し、ドルイドブルームの効果によって相手のモンスターも墓地に送っていく。やべえ最強ムーブできたなおブルーアイズホワイトドラゴン全く活躍しないけど、まあええか、バトルフェイス、はいはいはい、じゃあな遊戯、これが令和のブルーアイズデッキよ。
いやちょっとこれ動画化したら俺叩かれないかな。激ヤバハンド来ちゃった。いやこれだよな、これがブルーアイズデッキよ。何もできねえ、何もできねえよ。いやザ・ブルーアイズデッキみたいな反応きたわ。青眼青眼、白きエリーうららっていうね、ポーカーにしてもあんま強くないみたいな。いや無理すぎる。ザコス銀行の反動これ一生勝てんよ、こんなことしてたら。さあ来い、展開できる反動。いや超じゃないんだって、そうじゃないんだよ。ブルーアイズくん、ブルーアイズくん、このハンドふざけんなよ。いやめちゃくちゃだよこのデッキ。デッキの中にさ、なんかさよくわからないさ、全然特殊化もできない手札に来たらゴミみたいなモンスターさ、こう対応にならなきゃいけない、きつくないこのデッキ。いや無理やって、これどうやって勝てばいいや。あーうわ、いやいいじゃない、これはこれは強そうじゃない。いややっなんかちょっと割と強そうなハンド来たな。まあ、とりあえず青木の剣召喚します、効果発動します、太鼓持ってきます、太鼓切ります。これがねやっぱね最強ムーブですよね、この青木目で太鼓持ってきて太鼓切りながらオルタナ出すっていう、でジェットも手札にいる、これ非常に素晴らしい。でホワイティングドラゴニング出します、でシンクロします、スピリット、まあそもそもねスピリットドラゴンもねあんま強くないっていう話はねあるんですよぶっちゃけ、はい、スピリットドラゴンあんまり強くないっていう話はあります。で、ブルーアイズ系のモンスターを送るか、または、ルベリオンを送ると。これルベリオンでまあフクラクイン置いた方が強いかな多分。ドレイドブレム落としちゃって、でドレイド効果発動してもう使わないやつ除外する。これ太鼓、あの太鼓じゃねえや、青木目がねコストになってくれるんで普通にでかいですねこれ、はい。で、ルベリオン効果でドレイド、まあここはマグナムートだったんで一番強かったんだけど、まあ贅沢言っててもしょうがないかなと思うんで、まあ、ルベリオン効果でフクラクイン置いて、まあこれでまあまあそれでも妨害数はゴミだけど、まあ妨害数はゴミなんだけど、ブルーアイズ出てくるだけだからね。強そうなハンドって言っててこれみたいな、よくありますけどね。天気の正確にした方がまだ良かった気がするけど、まあ精霊竜のね、あの変身効果まあ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 優秀だから、まあ銀竜に変身したりとか、月下に変身したりできるんでね。一応フクラクインがあるからドロイドブルーが蘇ってきて、でジェットがいるんで一応なんか破壊されたらジェットが出てくるみたいな、まあ、でこれでフクラクイン効果、サイバーズかドロイドブルーム、特殊召喚で一応銀竜になればフィールドのモンスターが効果打開されないし対象取れないみたいなね、総監の銀竜ってやつが、出せるんでね、まあ、一応バウンスする効果、でもこんだけ頑張ってマジでなんか能動的な妨害、本当にあのスピリットのさバウンスしか用意できないの、やばこのデッキ行かれてるだろ。サイバネットコーデック、はいどうぞご自由にどうぞ、もう展開は全部通ります。一応墓地効果は止められるんで墓地効果は止めますか。スピリット効果、まあ、どこ止めていいか分かんねえなこのデッキ。じゃ展開力やばすぎ、これ何戻してもバウンス、何をなんかバウンスは一応できるんですけど、なんかバウンスしてもなんかあんま関係ない気がするんだよこれ。これさ何戻したところで結局なんか出てきそうじゃね、これさどうせさエースホースアクセスでしょ、これさ銀竜出しといたらいいんじゃないの、銀竜出しても破壊できなくしといたらなんかワンキル取られない説ある。これブルーアイズスピリットドラゴンの効果発動して変身して、でアクセスコードでなんかとりあえずぶん殴るなんか爆破してぶん殴ってきますみたいな時に銀竜からのなんかそのジェットみたいな動きしたらワンチャンありそう。コードとかインバート分からん、ちょそろそろ行った方がいいかな、分からせるか、はい、対象に取れず効果打開されないモンスター意外と突破しづらいんじゃない、
変身するか。さすがに変身する。変身してで精霊竜効果で銀竜出して、これで、破壊耐性耐性不要、なんとかならないでしょうか。これで開始一応ね、ランク8とかできればまあなんとかできるとは思うんですけど、まあ、アクセスコード OK、 アクセスコード OK でアップデートジャマ2回攻撃やばいけど、普通に2回攻撃は普通にやばいけど、いやまあしょうがなくないかなこれ。でも対象取れないのやばすぎんだよな、トランスコードトーカーの効果で。これちょっと出てきてからバウンスするね説もあったんですけど、ちょっと結局トランスコードのリンク先に出てきちゃうと意味ないという話がありまして、サイバルとオプティマイズまだ展開すんの。福楽院割ってくるかこれ一応、まあ、フィールドのドラゴン族モンスターが全部効果で破壊されないから今のところ割れるのは福楽院ぐらい。まあ、ジェット出した方が良さそうですよね。まあ、あんまでも出してもあんま関係ないですけど、まあ、ジェット以外が破壊耐性不要みたいな感じになりまして、いや今なのかこれ本当に。まあ、でもねオプティマイズなんか殴るときなんか発動できないみたいな方がありますよね。なんかオプティマイズはぶん殴るとき相手はモンスター効果も魔法トラップも外れんやみたいな、なんかアンティグギアみたいなことを知ってくるから、え、これ知らないよね俺、まさか、え、これ俺死ぬよ俺これもしかして、え、やばい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 、え、俺も死ぬのこれ俺、え、ここまでやって俺死ぬの。